まだまだ真夏日が続く2012年9月初旬の暑い日、予言に従い隊長たちがやってきたのは神奈川県横須賀市にある大津港。この日は東京湾での太刀魚釣り。お世話になる小川丸さんに探検隊は早速乗り込みます。そして恒例の朝から糸巻き、もう準備は大丈夫ですか？昨日は週末日曜日、今日は月曜日だというのに、さあ船の中を見てください。大勢の釣り人の方が来ています。今日は皆さんね、太刀魚を狙ってこの船に乗っかっています。まあ、ね、この平日月曜日にこれだけの人ですから、やっぱりいかに太刀魚人気が高いか。僕たちも太刀魚はいろんな場所で狙ってきたんですけれども、やっぱり一番初めにオフレボでやったのは、この神奈川県横須賀観音崎沖です。これからね、飯田さんと森と太刀魚を狙って頑張ってみたいと思います。なんとなく勢いで連れてこられてしまった森隊員と飯田隊員、それぞれ太刀魚は身近な魚ですが、2人には今回仕掛けに注目してもらいましょう。さあ、太刀魚の仕掛けなんですけど、はい、一般的にはこれ飯田さん、あれ2本針と1本針、はい、これを天秤の下につけて、はい、吹き流しの感じ、はい、これ今こういう風なゴム管の入った、はい、これが1本針なんですけど、はい、なんか軸の長い針ですけど、はい、まあ一般的に使う。なるほどね、はい、やっぱ口の形ですかね、とかあとその餌の姿勢だとか。なるほどね。あとまあ地元噛まれづらいよ、うん、この蛍光パイプがついてる意味っていうのは、やはり歯が鋭いんで、はい、その構えた時にこのハリスが切れちゃうのを防ぐような、ハリスの補強、はい、例えばこういった部分を、はい、この太刀魚釣りにハマって、はい、自分なりに工夫した仕掛けとか、はい、なんかそういうなんかアイデアとか変わった仕掛けあります？やはりなんか食いのいい時はこういうのついても普通に結構食ってくるんだけど、はい、やっぱりこれを嫌う場合っていうのが中にはあるんですよ。なるほど。渋い時はこうやって地元ダブルにしてます。これによってやっぱり当たりの数増えたりだとか。硬さが違いますもんね、多分ね。このそうですね、重さとか硬さが、これは柔らかくてロワンだけど、こっちはジャンの感じ。なんかでもその夜光というか光るタイプが結構多いんで、それはやっぱ嫌うのかなっていう。東京湾では一般的な天秤を使った太刀魚釣り、この釣りにハマっている乗客10名を乗せ、小川丸は午前7時15分に大津港を出ます。こちらはこの日お世話になる小川純平船長、よろしくお願いします。さあ、どんなことが起こるのか。毛利隊員にとっては今回も初めての経験です。そして船は15分で観音崎沖に到着、そこにはすでに大船団が出来上がっていました。うわすごいよ、船が人気いっぱい。ざっと数えても30隻以上の釣り船。船長はその中で隙間を縫うように旋回してポイントを決定。隊長もすぐに仕掛けを投入します。気になる水深はというと、水深って85メートルですから、一番そこはねやってください。そこから10メートル分ぐらいね辿ってください。この日は左舷に飯田隊員と毛利隊員、そして右舷に隊長が釣り竿を構えます。85メーターでこの岸からこの船のある位置まで、この近いところで80メートル、港出てすぐのところはね、手漕ぎボートでキスやカレーを狙うお客さんたくさんいましたけども、そこら辺はもう水深は浅いんですよね。いかにこの釣り場周辺の海底形状っていうものがこう起伏が激しいか。当然浅いところっていうのはそういった海藻が生えたりするんで、魚が集まってくる餌場で産卵する場所、この辺一帯が魚が多いっていう理由はそういった地形にもあるでしょうね。船長の指示棚はそこから10メートルまで電動丸 400C で巻いてきます。当たった当たった当たったけど食い込まない。お、どれぐらいですか？3メーターぐらい。飯田隊には1投目から当たりがあったようです。来ましたよ。お、
ここから今5メーターぐらい上で来ました。ちょっとなんかちっちゃくこうしゃくってて当たってきたら、うい、一投目で釣れました。餌付け、ちょっといろんなパターンを紹介してもらいたいと思います、はい、どんな感じで。基本的にはこう普通にちょんがけというか、はい、まあ、こういうのもありなんですけど、はい、自分なんかよくこのままこう針を回して、はい、こう針先をなんていうかな、こう針先にちょっと乗っけるような感じ。一回抜いて、はい、もう一回反対側から刺すけど針先が出るか出ないかぐらい。微妙に出てますよね、はい、見えますか、微妙に。であとね、形ですけどカットの仕方、はい、今これ下がちょっと膨らみ気味でしょ。下が幅広、上が細くなってる。これを逆にした場合とかどっちがいいかなと。例えばこう船屋さんで用意してくれる餌を、はい、さらにこの身をもっと削ったりとかして、なるほど、薄くすることによってこう動きが良くなるとか、ヒラヒラとか、ヒラヒラとかで、その今言われてこうカットしたりだとか、はい、あとここに切り目、V 型に入れたりだとか。そんなことしたらなんか海底でカエルが平泳ぎしてる感じになっちゃいますよ。ですね。それをイメージして、それが、はい、誘いになるかな。当たった、ほら、いや、ほら、かかった、やった、お、来た、来た来た、ほら、タチウオ、おお、いいサイズだ。初めて釣れました。お腹がすごいな。お腹がこれなんか入ってますよね。パンパンです。パタパタ、ほら、ほらほらほら、タチウオ、おお、来た。結構元気がいいね。カワギみたいに硬い。常連さん曰く、実は渋い状況だというこの日、飯田隊も久々のヒットです。ちょっと可愛いサイズ。それでもポツポツと釣れてはきます。来た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 、おう、いいなぁ、なんで釣れねえのこれ。にわかに活気づいてきた船内。さあ残り時間もあまりありません。隊長も頑張ってください。入れ食いだ、入れ食いですね。楽しい。下が10ぐらいですね。さっき10ぐらい、さっきも今も中の半分がタチウオに食われてます。もう食いで、ほら、食われてる、半分食われて、今食われたのかな。これ前に食われてますね。前に、ほら、もう傷が治ってきてるんで。当たりますよ。毎回当たるけど乗らない。やっぱ一番下の方です。5メーターぐらい、ほら食ってますね。これ今すごいちょん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 来てこれで乗らないんですね、やっぱね。全然乗らないね。なんかずっと食ってんだけど。5メーターぐらい。毎回当たりのある現在、隣のお客さんも釣りました。何メーター？あ、バレちゃった。何メーター？ついてるか。やっぱ5メーターぐらい。何も当たんねえぞ。当たる？天秤を使った東京湾でのタチウオ、当たりはあっても合わせのタイミングが難しい釣りでした。でもそこがまた面白いところ。最後は飯田隊のこの一匹で終了となったのでした。で、結局隊長はというと、いやー、三球三振、バッターアウト。オフレボ、オフレボネクスト。天秤を使った東京湾でのタチウオ釣りを終えた探検隊はその日のうちに大阪へ移動。実は番組では初めて訪れる場所、ワクワクします。と思ったのもつかの間、翌日の朝3人を迎えたのはあいにくの空模様。
それでも泉佐野にある食品コンビナート港のタチウオ船は東京湾に負けず劣らず大盛況。どの船も満杯です。その中の一つ蓬莱丸に乗って午前6時に出船。午前船、午後船、あるいは半夜船に分かれている都市近郊の船宿、釣り人にとってはありがたいシステムです。さあ、飯田さん、昨日の橋があって塔が見えて、岸側には塔が見えて、沖は島、関空まさに予言通りの景色を眺めながら進む蓬莱丸。そしてこの日お世話になるのは通称カズ船長、よろしくお願いします。およそ40分ほど走りポイントに到着。ここ大阪湾でもいくつかの船団ができているようです。さあ、関西のポイントにやってまいりました。泉佐野から船が出てポイントに着いたんですけども、ここではですね、東京湾で使った天秤に、1本針2本針、小さな切り目をつけた釣り方とは全く違います。ここではですね、太刀魚天炎を使います。さあ、どんなものかというとこれですね。船長の指定は50号です。50号の重りのついたこの針、そして上に3本針がね出てますけど、これは餌を止める、この3本の針に餌を刺します。まっすぐね、ぐさっと刺して、さあ針の上にある針金に餌を刺しました。ここから針金でこの餌を巻きつけます。ギュッギュッギュッ。さあ、もうこれをね海底付近に下ろして、シジ棚そこをゆっくり上げてきては下ろし、上げてきては下ろしという単純作業をこれからやっていきます。ポチャ。水深は70メートル、そこから10メートルまでが船長の指示棚です。着きましたね。海底に天炎がついてからゆっくりと太刀魚天炎を巻き始めるんですけど、今の状態だと船長は下から10メーターぐらいを中心に巻き上げてくださいと。だいたい10から15メーターぐらいまで巻き上げたらもう一回下ろして、巻いては落とすの単純作業ですが、いつ当たるかわからない緊張感がある釣りです。あ、違う、来た、魚だ、魚ですよね。いつの間にか当たったのでしょうか。どうも様子がおかしいです。餌ボロボロだな、多分。とりあえず一回回収してみます。結構なんかグイグイ引っ張ってました。それも4時ぐらい、あ、合わしちゃえば。ほら、あ、くっついてるじゃん、ついてる隊長にとって今回の初タチウオが釣れてしまいました。一体どういうことなんでしょうか。今ね、何が起きたかというと、ちょっと伊藤さんと道戸に天野がくるっと絡まっちゃって、そのまま釣りをほどいてる間にクイクイって来てた。その当たりがなんかだんだんなくなってきたんで、あ、外れたなと思って巻き上げたらこれがついてたの。まあ、サッカーで言えばゴンゴールみたいなもんですね。まあ、驚いていいことはね、そんなことじゃないですよ。東京湾でやっていた太刀魚釣りの使っていた太刀魚の針と今我々が使っている太刀魚天炎の針の大きさです。比べてみますか。こんなんですどうですか。東京湾ではこっち、この針ですね。今太刀魚天炎の針はだいたい何十倍もあります。餌も東京湾では切り身のサバだったのに対し、大阪湾ではイワシが丸ごと1匹です。いろいろと違いますね。オフレコ。今日の沖ではね、もう船の回りになるから、ガタンと来てね、引っ張り合いになるから、しばらく来た、船長のドラゴン級が来たらすごいことになりそうですね。
リール負けらんないぐらいにガツン。ぜひ味わってみたいものです。おお、たっ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 た。今おおって言わなかった。一気にガツンで入る。面白い。あと15ぐらい。飯田隊にとって初めてのタチウオ天野、いきなりハマったっぽいです。ほい、ほい、天野で初めてのタチウオです。今回はちょっとあの実験で天秤釣りなんですけど、基本は大阪湾では天野で、今回は船長に許可をもらってちょっと実験です。ちょっと餌は一緒で仕掛けは天秤。重りは50号をつけました。よいしょ。お、当たった、当たった。大阪湾でもうまくいくのでしょうか。お、乗った。あ、外れた。あ、ええー、方したのに。当たりましたよ。天秤でも当たりました。あ、乗ってないよな。乗ってる、乗ってる。次の一回外れて、また何メーター？今70ぐらいですね。ああ、天秤で大きいな。天秤メーター以上ある。メーター以上あるらしいです。まっすぐな針が噛んだ力で、ほら、その針を隊長は手に取り、回った、また始まる。ほら、タチウオじゃないんですかこれ。俺が天然さんか、清田少年だから。そんな超能力者をよそに飯田隊も静かにヒットします。でかそうですか。いや、でかくないと思います。でもこの食い方ね。オフレコ。今反応ね、20メーターから30メーター、35メーターぐらい。ただこれね、イカかイワシかそういう子だからかもわからないけどね。タチウオこれ食べに来るからね。タチウオじゃん、チチウオでもね。サイズは小さいかも。イワシが入ってきたという淡路島沖のポイント、これを機に事態は急変するのです。あら、来た。なんか40メーターぐらい今止まっちゃいました。40でしょ、はい、さっき俺が40だったら。中央だ。さっき飯田さんが80で上がったじゃないですか、はい、あの時40だって。今もういきなり落ちていかなくなっちゃって、糸吹けちゃって。毛利隊員は天野でも。飯田さんは天秤で、自分は天野で。もちろん隊長だってやるときはやります。すごいことになってます。大阪湾のタチウオ、サイズこそ伸びませんが入れ食い状態は続きます。おお、来た。35ぐらいだった。なんか小型多いですね。帰港後、船長があの人はたくさん釣るねとうなったほど、飯田隊の天秤仕掛けがこの状況に大はまり。さらに日本針にすると、天秤村ダブル来た。ダブル、うん、
間に合いましたね。ダブル。すごい。同じようなサイズ。ついにダブルまで達成しちゃいました。欲張りですね。最後はもちろん体調に注目。でもすでに安心したのかちょっとのんびりモードです。あっちはなんだっけ、関西の釣り番組釣ってモーニング。釣ってモーニングってそんな番組ありましたっけ。もうすっかりおしゃべりに夢中ですか。今日朝あの人たちが取材ですかって言ったらはいっつって、え、どこの番組ですかって言ったらですって言ったら、あっ、おいおいすげえ俺餌かと思ったんだ、餌にしたらこんなでっすげえこれはドラゴンよりかすごいぞ。ドラゴンよりか難しいですよね。あ、難しい。よし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 、オッケー。東京湾そして大阪湾とやってきましたけども、はい、どんな印象をお持ちでしたか。初めてのこの大阪湾で、はい、タチウオ釣りをやって、はい、数も釣れたし、うん、で今回ちょっと自分は残念ながらそのドラゴンと呼ばれる大きいのが来なかったんで、あのまたシーズン始まったらぜひ来てみたいなという思いを。はい、もうあれですよ、タチウオがやりたくなります。そう、はい、東京湾でやって大阪湾でやって、うん、もう帰ったらやります。一発目からバーッと火がついて、はい、始まっちゃいますけど、まあ、このね都心に近い海でこういったタチウオが釣れます。やっぱりこの人口が多いからお客さんも多いですよね。船釣りのシステムがこの都心から近い港海ではたくさんの船長さんがきっちりそういうお客さんを満足させている、そんなシステムを作ってありますよね。いいシステムですよ、とっても。ですから身近に手軽にこういったタチウオ釣りを楽しめるんで、ぜひ皆さんそのタチウオチャレンジしてみてください。そして簡単だけじゃありません。やっぱりちょっとした工夫でその3匹が5匹になったり5匹が15匹になったり、その工夫はよく見てんと、あの人どうやって何やってんだろう、伊田さんどうやってどの仕掛けでどこ狙ってんだろう、ちょっとした工夫が3、4匹いや5匹10匹の差をつけてきますからね。こういったちょっとまあ釣りの世界、一歩入った世界も待ってます。ぜひ皆さんタチウオやってみてください。